言葉の研究室へようこそ。今回動画のサムネイルにも用いたこちらのカッコ1の例文。シェイクスピアのハムレットにおいてハムレットの父親の亡霊が自らの死の真相を語る際のセリフなんですが、一般的な学習参考書や英文法書で説明される分子公文の基本的な使い方と比べるとどこかおかしいところがあります。それはどこでしょうか考えてみてください。正解は、 分子公文の意味上の主語が主節の主語と一致しないというところ。すなわち、果樹園で眠っていたのは、serpent, 蛇ではなくて、ハブレットの父親であるということですね。そのような分子公文は、懸垂分子公文。英語では m i s related または dangling participants と呼ばれ、規範文法の立場からすると、過去2の例文で示したように、非文法的で避けるべき形であるというふうにやり玉に挙げられがちです。 それではシェイクスピアは文法的に間違った英文を書いてしまったのでしょうかあるいはシェイクスピア時代の英語というのは現代英文法とは異なる古いものなのでしょうか実際にはそんなことはなくこの「懸垂分子公文」というのは英文法の中でも長い歴史を持っており現代英語においてもある程度目にする機会はあるものですそこで今回の授業では懸垂分子公文が比較的よく容認されやすい例というものを取り上げて どのような場合に用いられるのかということについて解説していきたいと思います。現代英語において、懸垂分子構文が最も典型的に用いられるのが、カッコさんに挙げたような慣用的な表現の中です。例えば、generally speaking、一般的に言って、judging from 何々から判断して、 considering 何々を考慮すると、他にも according to 何々によれば、いや providing または provided that 何々ならばといったように、これらは一般的な学習参考書の中でも表現がまとまっていると思うので、そちらも合わせてチェックしてみてください。これらの慣用的表現に共通する特徴というのは、主説で述べることに対する正し書き、つまり主説の内容が成立するための条件を分子説がおまけ情報として付け加えているということです。 具体的に見ていくと、過去 3A だと、より多くお金を払った方が、より多くのものが得られるというのが、一般的に言えば成り立つよねということを言っていて、過去 3B だと、今晩雨が降りそうだという予測は、今の空模様から判断すると、そんな予測が立つっていうことを言っている。また過去 3C だと、今年は悪くない1年だったというのは、全部のことを考慮するとそのように言えるっていう関係が成り立つということになります。これらの表現においては、 分子説の意味上の主語というものがあまり意識されなくても良いという特徴を持っていて、そのことが懸垂分子構文を容認する大きなファクターとなっていると考えることができるでしょう。また、主説の主語が形式主語の it や存在文の they の場合も懸垂分子構文が容認されやすくなります。まずは it の場合の具体例を見ていきましょう。 Driving at the speed of 100mph.mph というのは miles per hour のことで時速の単位ですね。It is not easy to read road signs. ここで driving の意味上の主語というのが形式主語の it そのものでもなくまたそれが受ける to read road signs でもないということをよく確認しておいてください。続いて主節の主語が存在文の there である場合の具体例を見ていきましょう。この過去 4b の例文というのは 英国オックスフォードの風景を描写したもので Christchurch Meadow というのはクラ r i s t c h u 行の南側にある牧草地帯のことですねそれでは行ってみましょう Crossing Christchurch Meadow The river Isis And along it The boat houses of the various colleges ここにおいて分子 Crossing の意味上の主語にあたるものが文中のどこにも存在していないということが確認できるでしょうかこれらの例においては 分のの意味上の主語がが曖昧でであるるとという特徴を挙げることができます例えばこの例で言えば「crossing の意味上の主語は何かというと発話状況や文脈に応じて一般の人であったり話し手自身あるいは聞き手である「You」といったものが分子酵部の意味上の主語の可能性として挙げることができるということになるわけです。 次に、主節の死後以外が分子構文の意味上の仕事として機能している例を見ていきましょう。過去この最初のこのパーセントの記号というのは、英語ネイティブスピーカーの中でこのような文というのを容認しない人がいるということを表しているんですが、ただこの例文自体は実際の印刷物に使われていた実例を持ってきたそうです。それでは見ていきましょう。Born and bred in Brisbane, the sunshine coast was always my preferred destination to recharge and socialize from my teenage years. こちらにおいて、born and bred 生まれ育ったの意味上の主語は、主説の主語 The Sunshine Coast であるはずもなく、この my という所有格で表せているここでヒントが示されている話して自身であるということが示唆されます。また、このような例には、関係詞の非制限用法に近いものというのが存在します。具体的に過去6見ていきましょう。The siren sounded indicating that the air raid was over. この例において、indicating の意味上の主語は何かというと、サイレンそのものというよりも、サイレンが鳴り響いたという事実全体であると捉えた方がより妥当であって、ということは、この分子説というのは、主説が表す内容全体を受けて、そこに補足情報を足しているという役割を果たしていると考えることができるわけです。 そのような例に連合ては、分子構文の意味上の主語を解釈するにあたって、分子節の位置というのが重要な役割を示すということを見ていきましょう。カッ 7A と B を比較してみてください。カッ 7A では、John looked at her lying in the sun and listening to some crazy rock music and thought of the beautiful days ahead of them ということで、この太陽の下で寝そべって変なロックミュージックを聴いているっていう この行為をしている意味上の主語誰かというと、直前に来ている her、彼女という可能性が高くなります。それに対して過去な B、John lying in the sun and listening to some crazy rock music looked at her and 以下 g 文という場合は、この lying よび listening to している意味上の主語何かというと、直前の John の方であるという解釈がより高いということになっていきます。なので、 どこに分子説があるかによって、この意味上の主語というのは必ずしも主説の主語と一致するんではなくて、近さという概念が重要なファクターになるということを押さえておくといいでしょう。以上、今回は分子構文の意味上の主語が主説の主語と一致しないケースを研究してきました。コートバン1991年の研究によると、分子構文の意味上の主語が主説の主語と一致する場合というのは、分子構文を集めた1400例以上のコーパスの中で、 91.5%と大多数を占めており、その意味では分子公文の意味上の主語が施設と一致するというのがデフォルトの解釈であるということは言えるでしょう。しかし、懸垂分子公文は長い歴史を持っており、汎用的表現に代表されるように決してレアケースというわけではありません。なので、実例に出会った時は分子公文第1項で説明した分子説はおまけ情報という基本に立ち返りつつ、今回の授業で解説した内容も思い出してもらって、 正しい解釈に役立てていってください。それでは今回の授業は以上となります。また言葉の世界でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。